はい、どうも、映画監督の白石浩二です。今日も腹筋ローラーをしながら、ちょっと映画をね、おすすめしたいと思います。よいしょ。ちょっとあれですね、昨日の夜は帰りが遅かったんで、疲れて寝てしまって腹筋ローラーしませんでした。なので、昨日の朝ぶりの、腹筋ローラーとなります。よいしょ。距離感を今掴もうとしてます。よし。では行きます。はい、今日ご紹介しておすすめする映画は、滝田洋次郎監督、内田裕也主演の、コミック雑誌なんかいらないです。これ非常に、大好きな映画ですね。まあ、内田裕也さんが演じますあのキナメリという男が、まああれですね、ワイドショーで昔活躍したその、まあ梨本さんっていうレポーターを主にモデルにして、恐縮ですっていう、セリフをですね、まあ決め台詞みたいな感じにして、まあ芸能レポーターですね、主にね。で、まあ非常にね、下水仕事をね、言ってみればやってるわけなんですけども、まあその彼が途中から、まあ、社会的に意義のあるね、ネタにちょっと足を突っ込み始めるっていう、そういう話ですね。でこれがね、何が好きかっていうと、その、映画のバランスですね。当時の、実際の、芸能人の方、俳優の方、ミュージシャンの方っていうのが本人役で登場していたり、で実際に、まあ、例えば犯罪の関与を疑われていた人に、当時疑われていた人にもう本当にインタビューしているっていう映像とか、まあ、事件を起こしたあの暴力団の組織に本当にもうね、あの本当に内田さんが実際にビビってるのが分かるんですけど、本当にその事務所のね、あのヤクザのところに突っ込んでいってお話聞かせてくださいみたいな感じで行ったりとかですね、そういう映像がね使われてるんですよね。そういうところがねすごく映画の力になっていて、まあ、リアリズム、リアリティですよね。リアリティが付加されていて、もうものすごい迫力なんです、それがね。まあ、当時のあのおにゃんこの皆さんがおにゃんことして出ていたりとか、そういうところもありますしね。まあ、芸能界のゲッサー、マスコミのゲッサーみたいなところもあるし、ワイドショーのゲッサーみたいなところもあって、で面白くって、でまあそういうその映画のバランスがすごく稀有なね、バランスになっていて、まず面白いなということで、これクライマックスにね、まあビートたけしさんがまあちょっと人を殺すっていうねシーンがクライマックスで出てきて、まあこの木南さんはそれをこう、まあ、これも実際にあった事件をね、調べればすぐ分かりますけど、実際にあった事件をモチーフにした感じで、それをこう取材してて、ただ見るだけみたいな感じかなと思いきや、まあ、止めに入るみたいな感じの、シーンがあるんですけども、そこでまあこうビートたけしさんが演じる役がこう包丁を持ってね、あまあそんな、まあ、暴力のね、怖さというかですね、それがすごくちょっと描かれていて、待ってね、そういうのがすごく、面白い映画なんで、ごめんね。じゃあ、すいません。まあ、そんなこんなんですごくパワフルで面白い映画です。始まり方がめちゃめちゃまたかっこいいですね。本当に、こう、ショーが始まる。いよいよ映画が始まるぞっていう演出が、
まあこれは多分内田裕さんの、アイディアもすごくあったんじゃないかと思うんですけど、もう始まり方というのめちゃめちゃかっこいいんで、もうこれ痺れますからぜひ見ていただきたいなと思います。はい、それでは皆さんまた会いましょう。